こんにちは、たけチャンネルです、今回はですね、こちら、アシェットの週刊ランチャーストラトスを作る、こちらの9号が届きましたので、こちらの作業をやっていこうと思います。はい、で今回もね、引き続き前回から引き続きエンジン周りの組み立てということになりますんで、よろしければ最後までご覧ください。というわけでやっていきましょう。はい、それでは9号の作業をやっていきましょう。9号の作業は、エンジンを組み立てる2ということで、履いてるパーツはこんな感じですね、エンジンのヘッドと、ヘッドとシリンダーヘッドカバー、ヘッドカバーとシリンダーヘッドが入ってるっていう感じになってますんで、これらの組み立てやっていきましょう。はい、そしたらね、やっていきます。まあエンジン、これ V6 エンジンなんで、シリンダーヘッドが2つっていう形になりますんで、これらを組み合わせていきます。で今回ネジは、AP の1種類だけですね。なのでこれを使ってやっていきましょう。よし、はい、そしたら、まずはこのシリンダーヘッドの、5番の方なので、これ同じようなパーツが2つあるんですけど、形が若干違って、ここのくぼみがある方、ここのくぼみがある方が、9の5になるので、こっちとあとこっちか、ヘッドカムカバーを合体させます。でこういう形でついて、でこっちはね、この逃げが2箇所あるんですけど、こっちは逃げが1箇所だけっていう感じになるんで、まあ間違えてたらつかないので、ちゃんと確認しながらねつけていきましょう。でここを、AP ネジ AP で固定、ちゃんと書いてある名前で言いましょうかね、フロントロッカーカバーとフロントシリンダーヘッド本体ですねを合体させる。こことここね、を2箇所ネジで固定してあげたら、次にこのオイル注入口とオイルキャップを合体させてくっつけてあげて、で下側に、このフランジを取り付け、このフランジはね、差し込み口が D の字になっているので、向きを合わせて差し込んであげます。こういう感じね。はい、そしたら次のページ。そしたら今作ったこのオイル注入口を、このシリンダーヘッドのここですね、ここに、形を合わせて差し込む、こういう形で、こっち側に、この、フランジ A っていうパーツを、これも、穴の形を合わせて差し込む。結構硬い、こういう形。ちょっと斜めになるんですね。ちょっと斜めになるんですけど、これでいいみたい。はい、そしたら次この反対側に、このフランジ B、フランジ B を取り付け、でフランジ C を取り付け、でこのフランジ B と C は形似てるんですけど、裏側のピンのサイズが全然違うんで、間違って刺さないようにはなってるので、よいしょ、差し込んだような形。結構硬い、はい、こういう形で差し込んであげたら、次に、このプラグを3つ切り出してあげて、シリンダーヘッドのここに差し込む。まあ緩かったらね、接着しちゃってもいいとは思うんですけど、まあ抜けなさそうなんで、まあこれで大丈夫でしょう。はい、こんな感じで3つ差し込んであげたら、次にどっちかな、こっち、シリンダーヘッド側面 A っていう、この穴がね何個も開いてるやつ、これの、穴が何個も開いてるやつの、このここのちっちゃい穴、これがない方ですね、ない方がシリンダーヘッド側面になるので、これをここに取り付け、これなんかバリがひどいな、バリがちょっとひどいので、バリ取っとこう。よいしょ、はい、ここにこういう形で合わせてあげて、で次に反対
側、反対側にシリンダーヘッド側面 B を取り付け、どっちだ、こっちかな、ん、ちょっと待ってよ、合ってるな、はい、こういう形で取り付けてあげたら、ここをネジ AP で固定で、ここはちょっと穴が小さいので、ちょっと細めのドライバーでネジを締めたい、はい、こういう形、こういう形でシリンダーヘッドを組んであげたら、このゴムチューブをここにズボッと差し込んで、でこれでこっち側は終了になるので、これ一旦ちょっと避けといて、こっち側でも同じ作業をやっていきます。よいしょ。若干形は違うんですけど、やること自体はほぼ一緒っていう感じですね。なんで、ロッカーカバーをつけてあげてネジで固定、ね、前回の動画でも言ったんですけど、このストラトスはね、同じフィアットグループ、ランチャーもフェラーリも同じフィアットグループに属しているので、エンジンを何を乗せるかって話になった時に、エンジンを何を乗せるかっていう話になった時に、いろいろ紆余曲折あった上で、最終的にフェラーリのディーノのエンジン、2.4 リッターの V6 エンジンですね、それを搭載することになったっていう経緯があるので、この車はこの V6 エンジンが乗ってる感じです。フェラーリディーノの方もね、当時いろいろあって、V6 エンジンはフェラーリとして認めない的なね、風潮があったみたいで、だからフェラーリの中で唯一あのフロントノーズの先っぽのところに羽馬のエンブレムがついてないっていう車らしいです。僕もね、ディーノはこの間初めて実車を見たっていうぐらい、ほぼ実車を見ることは ない車なので、まだね、ノスタルジック2デイズの時にね、実車初めて見ましたけど、確かに実車のもうノーズのところはね、フェラーリの、普通だったらフェラーリのエンブレムがつくところに D のって書いてあるエンブレムがついてましたね。ちなみに D のっていうのは、フェラーリの創業者のエンツォ・フェラーリの息子さんの、名前じゃなくて愛称なのかな、はい、っていう感じです。はい、っていう話をしてる間に、これでね、ヘッドが2つとも組み上がったので、これで、一旦、今回の作業は終了という形になります。これがね、こういう形でつくのかな、こういう形でついて、この下にシリンダーブロックが来るっていう感じになるはずです。はい、まあ、意外とね、こうやって見ると形が結構違う、ね、横から見るとそっくりですけど、前後から見るとね、結構形が違うっていう感じになってるんで、間違えないようにね、組んでいきましょう。はい、そしたらこれで9号の作業終了で、次の10号ではエンジンを組み立てる3ということで、シリンダーブロックですね、シリンダーブロックのパーツと組み合わせていくっていう形になるみたいなので、また来週も作業やっていきますので、続きが見たいと思っていただける方は下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をよろしくお願いいたします。というわけで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。